さて、今晩私がいただくのは、お前の魂です。かわいいでしょこれ全部私自分の子供みたいに思ってんの。あんたも好きなの一つ選んでいいわよ。ちなみに音源じゃなくて、黒柳哲美が喋ってます。ピチピチの17歳だぞ。イェイでお待ちしてます。お前は綺麗じゃけ自分のもんにしたら思うとったが、もうええわ。 牛丼チェーン店で働いている49歳フリーターです私は夏に毎日と言っていいほど市民プールに行くのですが水中で尿をするのに快感を覚えてやめられませんおよそ5年間ぐらいやっているのですがいつで気になるか分かりませんこの衝動を抑える方法を教えてくださいということなんですけどうーん弁護士に相談した方がいいと思いますよ えっと、あの、弁護士に相談したら、あの、ニョートメルン X っていうアメリカの新薬を処方してもらえるんですよ。それを、ま、柴犬に塗るのが一番手っ取り早いと思います。あと、歌た石鹸でも確か同じ効果あるみたいなので、あの、早めに行動した方がいいですよ。はい。ということで、今回は、私が演じる特権の声真似で,で、優勝していくことにするわで。あんたたちいい加減寝なさいよ、本当に。 誰がぽっちゃりはてやかましいわよみんなこのアプリ面白いから入れてみてな、ね、頼むよそこにいるのかな戸崎くん私がどうしてここに来たか君にはまだわかるまいだが今夜日本のアジン事情は大きく覆る教室の塩田なぎさんいきます殺す 殺す…殺すか…殺そうとしたことなんてないくせに…よって皆皆様の誠と断りお聞かせ願いたく候でも死なせたくありませんそれ死状はい死状ですなんとかしてくださいイタドリ君… 私と五条さんが同じ考えとは思わないでください。私はこの人を信用しているし信頼している。でも尊敬はしてません。もう二度と譲れねえもんがあんだよ俺が来るまでよくこらえた。あとは任せろ。もしもし、大丈夫ですか奇跡は一度、だったよな。 じゃあ二度目はなんだそのために手に入れた力だ耳の穴かっぽじってよーく聞けおいーこの世の全ての食材に感謝を込めていただきます何敗者が悪それじゃあやっぱり、てめえのことじゃねえか若年君を倒すなら、 俺を倒してから行け、ってな。なあ、イアミ。お前を親友と信じて、一つ相談があるんだ。俺たち息子は、今人生最大の危機に直面してんだよ。だからイアミ、お金貸して絶対は僕だ。関係ねえよ。上に上がりゃ関係ねえ。最高最適な個性たちで君を殴る。 俺は、第イハいや、イエイでヒーローになりに来ましたゾノウチケん、デッキ見せてなにこれサイヤ人は戦闘種族だなめるなよあ、はーい、オラノハラシンノスケ5歳、幼稚園児父ちゃんどうかちゃん、ひまわりの4人家族私は深海王、海の王、いい

この、よいとうやつね、結構ね、あたしやってるんだけど、これハマっちゃうよね。はああ、ひふうひふう、おりさまばいきんまんさまだぞ